どうも、ベトナム在住のウキツです。今日はね、このシャリーのメンテナンスしていきたいと思います。このエンジンはね、以前分解整備して基本的に調子はいいんですよ。で、ただ実はそのメンテナンスをする前からね、カムチェーン周りなのかヘッドなのかちょっと異音がしてて、で、なんせ前回整備した時ね、適当にというか、そんなに部品を変えないでね、再度組んだんで、組み直してもその異音が止まらなかったと。で、かなり小さな音なんですよ。で、多分カメラには撮れないのかな。特にこれ今中にパワーフィルター入ってるんでね、その音が、撮れはしないと思うんだけど、一旦エンジンかけます。聞こえますかね、ちょっとカチャカチャ音がするんですよ。エンジン吹かすとね、パワーフィルターの音で分かんなくなっちゃうんだけど、ちょっと吹かそうかな。なんかカタカタカタってしますよね。さっきカムチェーンとかヘッドとかって言ったけども、今聞くとなんかエンジンの中の中心部の気もするんですけど、ちょっとね、いろいろ確認していきたいと思いますが、その前に一旦パワーフィルターを純正に戻すのがいいんだな。このキャリアね、何かと便利なんですけども、整備するときに邪魔ですね。これはね、キャブレターを変えてる関係で、ここにね、パワーフィルターつけてるんですよ。こいつを外すと、そんでこれね、吸気音を消したいだけなんで、確認用なんで、ちょっと走行は辛いかもしれないけど、この洗濯機用のホースをね、うまく改造してつけれないのかな。ちょっとね、それをやっておきたいと思います。動画にしなかったんですけどね、こんなのを作ってきました。要はパワーフィルターの後ろのゴムをね、さっきの洗濯の排水ホースにくっつけただけです。これをはめりゃいいんだ。ちょっと長すぎた、ちょっと長すぎかい。いけるやろ。よいしょ。中のホース残ってるんでね、押さえつけたくって長めにしました。これでいいんじゃない。これ上に盛り上がったとこね、結束バンドで止めて、なんせ吸気音をね、消したいんですよ。これでどうだい。なんかカタカタって音がするのと、2箇所鳴ってんのかな。ヘッドな気がするんだよな。中も鳴ってんのかな。ちょっと反対側から撮ります。エンジンの異音がするときにね、
貫通ドライバーだったりこういう鉄の棒でね、エンジンに当てて耳をね当てると鳴ってる場所が分かるなんて話があって、まあ私はそれで、原因を突き止めれたことはないんだけども、ちょっともう一回ねエンジンかけて、どこから鳴ってるのか探っていきたいと思います。分かりません、分かんないけどね、なんかやっぱここ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 みたいな音が鳴ってるんですよ。で前回これエンジン開けてね、どこが悪いか明確に悪いところ見つからないまんまに組んでるんで、本来ならね全部開けてきっちり見ていけばいいんですけども、なんだ順番は逆になるんだけどもね、今日はカムチェンテンショナー確認して、その後ねそこを何かしら対処してもダメならヘッドを見てこっちを見てというふうに開けたり閉めたり繰り返すことになるかもしれないんだけど、とりあえずねカムチェンテンショナー見ていきます。前にこれ緩める動画をね撮ろうとしてオイル溢れてカメラまで汚したんだけど、多分ここを先に緩めればねオイル溢れないと思うんだな。違うかい？いや、このオイルを抜けば下はいけると思うけど、ちょっと怖いからやっぱりカメラは逃がそうかな。ここね開けます。さあここから動画撮ってね外しましょう。閉める、開ける。え、いいよね、閉める、開けるだよね。え、なんでこんな硬いんだっけ。合ってる？こうでしょ？閉める。いけるよね。逆に回して壊したりしたら笑い話や。うわ、いったいった。あ、まあこれならブシャッとは来ないのね。取り外しました。隣の工事の音がうるさくなってきた。そんでオイルね変えてそんなに走ってないんで綺麗なんだけども、思ってた以上にねこの下がスラッジというかなんというか汚れてるんですよね。ここはウエスト使っちゃうか。ってことは何かが擦れてんの。で今回見たかったのはね、この側面に傷がないかなんだけども、傷はないですね。まあ目視でわかるものじゃないんだろうけど、そんでもう一個見たかったのが、こんな見方が正しいのかちょっとよくわかんないんですけどね。ここって中にワンウェイのボールが入ってて、この玉がなんだっけ、圧力かかった時に上に上がってオイルを止めてるんでカラカラ落としますよね。これが上からオイルを入れて止まってるのかを見たかったんですよ。これカメラ映ってんだっけ。もうちょいこっち少しアップにしよう。
ピント合ってるかどうか知らんけど、別にオイルは抜けていかないから、このロッドは基本的に問題はないはず。問題なさそうですね。オイル抜けていかないんで。そんで次がね、ちょっと邪道なことなんですけど、こいつはねホンダの純正のバネ入れてるんですよ。でこれってかなり弱くって、やばい、あのベトナムではね硬いスプリング売ってるんですよ。ちょっと硬いやつともっと硬いやつ、何かっていうとこいつでね強制的に押さえつけるっていうのをやるんですけど、ちょっと今回あんまりこういうの入れるの良くないんだけどもね、ちょっと一旦これを入れて音が止むか確認していきたいと思います。なんでどうせまた開けるから、このワッシャーはちょっとペーパーで磨いて使い回しちゃおう。いやいや、工事の音がうるさくなってきた。異音を抑える動画なんか撮れんかな。こいつをここのガタがあるんだろうな、どうだろう。そんでこいつをね、どっちだ、こっちか、中ぐらいの硬さのバネ入れちゃいます。でワッシャーはね磨いてきました。これで入れちまう。こいつが硬いんだ。ういっ、あー入らん。硬い、ギリギリや、入った。いや、とりあえず一旦かじめで、ここをオイルが溢れるまで入れると。でこっちもワッシャーね綺麗にしてきたんで、こいつを締めるんですよ。で下を忘れずにトルクレンチ22ニュートン OK。 組めてねエンジン始動しますけど、周りの工事の音がうるさくなっちゃいました。こんな中で、違いがあっても分かるかどうか謎だけど、まあ始動しよう。変わらないですね。なんかカラカラ、どこだろうな。うん、ダメだ。ちょっと周りの騒音でね、カメラの方に撮れてるかわかんないけど、やっぱりね、ヘッドは見なきゃしょうがないんだろうな。うん、とりあえずね今日はこれで終わりにして、次回シリンダーヘッドね外していきたいと思います。シャリーはこれ積んだまんまで外すの案外大変なんだよね。まあまあいいや、とりあえずね今日はここまでです。それではまた。